イメラジオ第5116回、今日は令和5年5月31日水曜日です。時刻は午後9時、岡山美作里山の夜ですね。さて今回は母という自爆、娘という牢獄、実話をもとにしたラジオドラマです。お聞きください。私の名前は高崎あかり、31歳だ。今和歌山の女子刑務所で服役している。なぜ私がこの刑務所で10年間の時を過ごさねばならなくなったんだろう。私が物心ついた時から母妙子は私に教材を与えてきた。私の机の上にはそれこそ参考書から問題集からずらりと並ぶ、そんな机だった。けれど小学生に不釣り合いな、そういうものを揃える割には母妙子は私に一度も足し算引き算一つ、漢字一つ教えることはなかった。なぜか塾にも行かせようとはせず、家で勉強するように、通信教育の教材もたくさん送られてきた。小学生の頃、私はそんな母の期待に応えようとできるだけその教材をこなし、そして学校の試験に臨んだ。やがて中学校に私が進む頃、母の教育はむしろ虐待に変わった。あかりちゃん、何なのこれ、数学65点見てごらんなさい、平均偏差は75じゃないの。あなたなんでこんなに勉強してるのに偏差から10点も遅いの。私は答えられないでいた。あかりちゃん、そこへ座りなさい。しばらくして母が熱湯の入った鍋を持ってきた。あかりちゃん、行くわよ。母はその熱湯を私の膝に思いっきりぶちまけた。キャー、中学生の私は声を上げた。あかりちゃん、今度はお母さんにこんな思いさせないで、さあ病院に行きましょう。勉強してる最中に飲み物こぼしたってあなた言うのよ。母の虐待はその後も続いた。やがて私は定期試験の結果を母にごまかすようになった。実際の答案用紙を自分の赤ペンで細工して点数を書き換えるのだ。うまくできたと思っても結局はすぐにバレる。そんな時にも母は、あかりちゃん、あなたそこに四つん這いになって、行くわよあかりちゃん、さあ一発目バシン。母の
鉄の棒が思いっきり私の四つん這いになった尻を叩く。私は思わず嘆き声を上げた。さあ、カリちゃん、68-58はいくつ？バシン！八つ目。そうよね、68-58は10よね。さあ、10発なのよ。バシン！ああ。前に、撃たれた時の尻のあざが、ようやく消えてきたかと思っていた時、こうなった。結局私は滋賀県内の県立高校に進むことになった。母の期待を背負っていたにもかかわらず、そして母の教育投資にもかかわらず、私は上位ではない県立高校止まりだった。高校生になってから母は私に医学部へ行けというようになった。あかりちゃん、お医者さんってのはね、この世の中で一番いい仕事なのよ。ねえあかりちゃん、お母さんはね、岩国の工業高校しか出てないの。工業高校よ。あたりはみんなバカな男子ばかり。そこからよ、お母さんの人生がこんなに狂ってしまったのは。あかりちゃん、あなたは、あなたのその未来で、お母さんの人生をもう一回元の軌道に戻してほしいの。わかるわね、言ってること。はい。私ははいと言うしかなかった。こんな言い方をすると、私は毎日母に虐待されていたかのように聞こえるかもしれない。けれど、私たち母子には笑い合う時間もあったのだ。母は勉強以外のそういう場面だと至って私に優しかった。私の好きなものは何でも作ってくれた。ケーキが食べたいといえばそれも買ってきてくれた。けれど勉強になると母は人が変わっていった。やがて医学部というのが母の固定観念となり、私が医学部に合格するということを親戚中に触れ回るようになった。もちろん私の行っていた県立高校から医学部へ行くというのは難しい話だったのだが、母はそんなことお構いなしだった。結局高3の時、私が受けた国立の医学部は不合格だった。その時親戚のおじさんと会う機会があって、お母さんが、こんにちは、浩二さん、お元気でした？ああ、太鼓ちゃんかい。明かりも大きくなってさ。明かり、高校出たんだよな。どこに行くんだい？あ、明かりは滋賀大学の医学部にこの度行くことになりました。え？医学部って？お母さん、どうしてそんなこと言うの？ちゃんと話合わせなさい、あなたも。結局、そのおじの前で、私は医学部に受かったふりをしなければならなかった。その夜も、もう理由など関係なかった。母はやはり私を四つん這いにさせて、鉄の棒で私の尻を打った。終わった後、さあ、あかりちゃん、あなたは浪人しても医学部に行くのよ。わかったね。はい、ありがとうございます。奇妙に聞こえるかもしれないが、
母に虐待された後、私はありがとうございますと言っていた。二浪しても三浪しても私の成績は上がらなかった。母は私立大学の医学部を受験することを許してくれなかった。父親も実は母親に愛想を尽かして出て行った。ただ父親だけが私の理解者でもあった。父親も母親の外で見せる顔と内で見せる凶暴さを知っていたので、けれど持て余して出て行ったこと自体、父も最終的に私の味方にはなってくれなかった。たまに会って、そしてあかり頑張れよ、ご老することになった。さすがにこの時は母も落ち込んだらしく、睡眠薬を多量に飲んで自殺しかけたことがあった。私が病院にすぐに電話をして1メートル止めたが、母親なりに絶望したのだろう。私はもう20代になっていたが、その母の苦しみはすべて自分が引き起こしている、そんなふうにしか思えなかった。母が自殺を試みたその時だ、私はぼんやりと自分で自分にこう言っていた。この妙子と私とどちらかが死なないとこの関係は終わらない。何度も私は家出を繰り返した。最初は高校を出た後、最初に学部落ちた時、もうこの家にはいられない、そう思って家出をした。けれど母親が警察そして私立探偵を使って私の居所を突き止め、家に戻された。家に戻った当初は母も警察や探偵に気を使って優しいふりをしていたが、やがて私を殴り始めた。あんたみたいなブス、社会のどこ行っても通用しないわよ。なんなのよこのデブ。それで男にモテるとでも思ってんの？モテないんだったら医学部ぐらい受かりなさいよ。それぐらいのことしないと、あなたに振り向く男なんかいないんだから。はい、ありがとうございます。徐々に私の心は医師ではなく看護師に向かうようになった。看護師だって立派な職業じゃないか。そして母が言う医師を手助けする、そういう職業でもある。私は恐る恐る母に看護師になりたい、看護師を受験したいと言ってみた。すると、あなた何言ってるの、お母さんの同級生に看護師になった人いるけど知ってるわよ、看護師とは名ばかりで年寄りの世話で朝から晩までこき使われて終わりなのよ。あれ奴隷よね。あかりちゃん奴隷になりたいの？お母さんはね、そんなあかりが奴隷になるのが嫌で、だから今までずっと応援してきたの。あなたにこれまでどれほどのお金がかかってきたの、わかってる？母は私の時間を完全に自分でコントロールしようとし、入浴中も一緒に入浴すると言い出した。この母と娘が20代半ばになっても一緒に風呂に入っている、ひょっとしてこれは世間的にはそれほど仲がいいんだと思われるかもしれないが、実際は逆で、母は私の体のあちこちを点検し、そしてここが醜い、こ
ここが太っている、ここが不細工だ、とうとう母も私が医学部に行けるという望みがないというのが分かったらしく、助産師でいいから看護師になってみない、こんなことを言ってきた。助産師といえば看護師の上にもう一つ資格を取ればなれる。私は自分が思っていたことを母の方から言い出してくれたことが意外だった。やがて9年間の浪人生活の後、私は滋賀大学の医学部看護学科に合格することができた。母があれほど望んでいた医学部だ。けれど母は私におめでとうの言葉一つ言わなかった。私も医学部でないという引け目から母に何も言えなかった。助産師になるならということで入学した大学生活。あかりちゃん、今日の大学どうだった？うん、楽しかった。私にとってはもう20代も後半、周りは私より10ほど下の女子ばかり。それでも家から出られるその時間が長くなり、私は自分の生活がやっと自分でコントロールできるものになったことを知った。とはいえ母の私への呪縛はやはり続き、私がアルバイトをしても彼女は私が自分のお金を持つことを許さなかった。あかりちゃん、これはあかりちゃんがこれから結婚して母になる時のために取っておくんだから。妙子はそんなことを言って私からアルバイトのお金をすべて奪った。やがて滋賀大学医学部看護学科の4年間が過ぎ、私は滋賀大学医学部附属病院に内定が決まった。附属病院に就職できるということは、その4年間の頑張りが認められた証拠でもある。私は手術看護師になろうとしていた。手術の時、医師を助け、そしてその記録を取る看護師だ。ところが、私が手術看護師になる、そして滋賀大医学部附属病院に就職するということを知った妙子は、あかりちゃん、あなた嘘つき。助産師になるっていう約束でお母さんとずっとこれまでやってきたのに、助産師の資格取ってないじゃない、どうしたのよ。私、国家試験は不合格だった。じゃあ何度でも受ければいいじゃない、どうせあなた9年間も遠回りしてるんだし、今から 1,2 年どうってことないわよ。でももう附属病院に内定が決まった。そんな内定取り消しなさいよ。そして再び母は私を殴る蹴る。もう20代の後半なのに、母は娘にこんなことをしていたのだ。やがて私を殴るのも疲れたらしく、母親は自分の部屋でゲームを始めた。あかりちゃん、こっち来て。やがて私は呼ばれて行った。ちょっと背中揉んでくれる？母が50を過ぎてよく私にマッサージをさせるようになっていた。マッサージは看護学の授業の一環でもある。普通の人よりは私は
うまいはずだった。よく私がマッサージをしていると母親はそれで眠ってしまった。それを私は知っていた。母親から内定を取り消してでも助産師の資格を受けろと言われたその夜、私はいつものようにマッサージをし、母親は眠ってしまった。そして台所から包丁を取ってきて母の首に刺した。鮮血がほとばしり出た。その勢いに私は驚いたけれども、ここでやめることはできない。幸い床はフローリングだったから血はすぐに拭き取ることができた。私は母の遺体を今度はノコギリで頭、手、足の順に切っていった。骨のある部分はすぐには切れなかったが、やがて全部切り終えた。もう妙子はただのものとなって私の前に横たわっていた。やがてその死体とともに私は一夜を明かした。テレビも妙子にコントロールされて自由に見ることはできなかったのだが、本当に見たいと思っていたテレビドラマがあった。それをやっと見ることができた。ドラマってこんなに面白いんだ。そうだ、ツイッターにも今の気持ちを打っておこう。モンスターを倒した。これで一安心だ。やがて次のゴミの日に、燃えるゴミとして私は妙子の頭、手、足をそれぞれ新聞紙にくるむ形で入れてゴミに出しておいた。ただ胴体だけはゴミには出せない。私は近くの河川敷に捨てに行った。すぐにはわからないように穴を掘って、そしてその上に土をかぶせた。これで大丈夫だ。やがて大学の卒業式、そして附属病院での勤務、毎日が夢のように楽しかった。母親がいない生活がこんなに自由だとは。偏屈な妙子だったが、友達がいないわけでもなかった。その友達が食べてほしいと言って料理や何やらを持ってくる。私はその度に母は実家に帰っている、そう言って食べ物だけ受け取っていた。 LINE ではその友達の LINE を知っていたので、母親になりすまして私は LINE を返した。妙子と私の濃密な関係から、実は妙子になりきることは簡単だった。やがて6月になり、近所の川で死体が上がったというニュースが出た。ヘリコプターも飛んで映像が流れる大きな騒ぎとなった。父親までが私に電話かけてきて、おいあかり、ニュース見たか、お前近くじゃないか、注意しろよ。わかったお父さん。やがて私は警察が自分を調べていることを知った。附属病院の前になぜかパトカーが止まっている。そして私が家を出るとき、誰かがじっと私を見ている。もうダメだ、私は悟った。
太古の行きつけのスーパー、そのスーパーに映る太古の姿がここ2ヶ月間ぱったりなくなっている。おそらく太古のものらしいあの遺体は、警察はそう類推し、 DNA の鑑定を行った。もちろん太古のものと一致するはずだ。私は最初警察に太古は自殺した、そう答えた。そして私が止めようと思ってももう死んでいた。ところが警察は、あかりさん、あなた看護師でしょ、もう少しマシな嘘つけないの。結局私は一審では母親の自殺を言い続け、そして15年の休憩、これを不服とし控訴審。ここでは私は自分の罪を認め、けれどそれが本当に母親の虐待にあったということを裁判で訴えた。けれどいかなる理由があるにせよ、妙子を私が自分の手で殺したことには変わりはない。懲役の10年、そしてここで控訴しないということを私は弁護士の先生と相談して決めた。それからも時が経ち、私は今和歌山で暮らしている。受刑囚だ。受刑囚としての暮らしはいつも監視されているが、けれど誰も罵倒してこない、誰もあざけったりしてこない。ここのルールさえ守っていれば私は穏やかにいられる。あの妙子との30年間、これよりはよほどマシだ。でも最近はこうも思うのだ。あの時妙子か私のどちらかが死ぬまでこの話は終わらないだろう、そう思ったけれど、けれど意地でも私は妙子から逃れて彼女と縁を絶つことはできなかったんだろうか。それが実は妙子への最大の思いやりでもあったんじゃないのか。その度に連れ戻され、結局は言うことを聞き、虐待のうめき声を上げ、そして最悪の形で仕返しをすることになってしまった。そうなる前になぜ私はもう大人になっているのだから彼女を殴り倒し、そして首を絞めるまでしてもいいから、もうこのような虐待をするような関係は終わっているとはっきり示さなかったんだろう。なぜ最後の最後になって妙子が寝ている時に仏教には逆縁という言葉がある、それをこの刑務所で私は知った。近しいものであっても、いや近しいであるがゆえに強い逆縁で結ばれており、そのものは前世で強烈に憎み合い強烈に敵同士であったとか、仏教はそう説く。おそらく妙子と私も前世のどこかでそのような仲だったのであり、仏教の因果応報を考えるなら、その前世ではおそらく私が妙子をいじめ抜いたのだろう。その因果この生で果となって帰ってきて、私があのような目にあったのだ。もし私がこの仏教の知恵をもっと早く知っていたら、今他の受刑囚は私にいろいろ話しかけてはくるが、私は自分の母を手にかけたことを彼ら同じ受刑囚に言ったことは一度もない。どうせこの女性刑務所にいる囚人たちは皆殺人程度の罪を犯している者たちで、
私が人を殺していたところで彼女らは驚きはしない。けれど、さすがにそんな殺人でここに来た彼女たちにも、母を殺した。このようなものは皆無であろう。言わない方がいい。私は今日も朝の点呼、そして食事、そしてエプロン縫いの作業、これを黙々と励んでいる。今までで生きてきた中で最も自分の心が自由になる時間がこのエプロン縫いの時だ。夢ラジオ、今回は母という呪縛、娘という牢獄。ありがとうございました。